はい、今日もあなたと百姓天国、本日は12月19日ということでね、さあ、白菜をね、とりあえず400ちょっとね、植え付けました。次、タアサイないんですけどね、タアサイ苗がちっちゃいんでね、これ、ポンポンカッターでマルチ、穴開けします。手でこうやってね、ビニールを開けただけだと、ちょっとでもね、苗が小さいと、苗の上にね、このビニールの、なんていうんですかね、手で開けたやつだとこうかぶったりすると、それで光合成できなくてすぐ枯死してしまうんですね。割とね、そういうことがありますので、ちょっと手間かかるんですけどね、これ特に一番手なのでね、ポンポンカッターで穴を開けていきます。まあ全部このやり方で、とりあえずね、これ一番手なのでね、12月最初に欲しいので、もちろん手で開けてもね、枯れるとしても1割2割ぐらいなんであれなんですけど、そんなにね、何千株とやってないので、この最初の一発目はね、丁寧にやりたいんですよね。多分次のね、3トレー、600株ぐらいはもう手で開けると思いますけど、最初のね、この400株ぐらいねはポンポンでいこうかなと思っております。ということで、はい、行きましょうか。株間約30センチぐらいですね。これはもうベタ掛けなので外に広がるということを想定していくわけでございます。とちぎれないね、うまくね、上がってこない。ビニールがね、全部下にひっついちゃうね。それはそれで後で回収するのが面倒なんですけど、まあしょうがないね。数数えなきゃ、 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、24、25、26、27、25、26、27、28、29、30、31、ちょっと狭いか、32、33、34、35、36、37、38、39、40、ここで半分。ああ、明らかに足らんな。41、42、43、44、45、46、49、50。全然足らんね。50、全然足らんね。51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72。5列でもいいけど、まあな、まあいいですけどね。よいしょ。これは防虫ネットベタ掛けです。あれが届けばいいけどな、さすがに届かんか。
さすがに届かんか。はい、今ちょうどね雨止んでますからね、これを利用してがっつりね植え付けていきたいと思います。でも寒くないよね、全然ね、本当にあったかいですよ、ね、だからこうムシムシしてますよね、気持ちね。これがもうね11月とかになれば寒くてね、玉ねぎの、ね、植え付けとか鼻水ダラダラダラ垂らしながらねやる、足先が冷てえなと、ね、言いながらやるのが通常なんですけど、本当にあったかいというか暑いというかね、 T シャツですからね、雨降っててもね。よいしょ。半分がね、半分、まあ6割ぐらい白菜最後で、あとがこれね、タアサイという感じでね、12月、タアサイの方から早くね出荷が始まると思うんですけど、はいよ、はい、ということでね植え付けていきましょうか。夜またねこうやって、さっき雨降ったんでね、こうやって助かりますね。こうやってね植え付けた時に後でね、こうやって夜とかさらっと雨降ってくれるとね助かる。まあこれだけね、この時期湿っていればね全然余裕ですけど、明日ね耐熱マルチのおそらく最後のね種まき、もう10月20ですからね。気持ちこっちの方がでかいか、こっちから行きますか。はいね、頑張ってタアサイね、可愛いですねタアサイね。これがこうやって30センチまでねビヨーンと扇状に開いてね、お野菜のね段ボールに上にちょこんとね最後に入れるという、毎年そんな感じでね、12月1月のお野菜セットはね、このタアサイが一番上にねパッとお客様がね開いた時にそうなるという感じになるわけですけども、よいしょ、ちょっとこうビニールを取りながらね、こういう感じですよね。はい、2つあるとあれなんで1個だけね、もうここでちぎっちゃいますけど、
ね、こんなちっちゃいですから、あの上がねビニールをかぶってると枯れちゃうんですよね、光合成できなくてね。なので苗がねこうやって可愛いというかちっちゃいんでね、昔結構これでね千葉時代はだって十何枚とかね、何千株作りましたけど、気づいたらね結構枯れてたんで、あれと思ってね原因を考えたら、あ手でねこうやって開けてさっきのあの白菜みたいにねやると結構枯れるということがね分かりましたんで、苗がちっちゃいからね可愛いっちゃ可愛いんですけど、よいしょ、また雨が降ってきましたな。とね、こう細くないの分かりますね、徒長するとねもうちょっとこう軸がピョーンとなりますんで、ね、そういうことないようにね、もうこの段階でね植えちゃって全然大丈夫ですし、この時期はねまあ今雨降ってきますけど湿ってればね全然活着大丈夫ですから、降ってきた、また土砂降りかな、土砂降りだとね結構カメラがねちょっと作動しなかったりしますんでね、冷たい、土砂降りだ。種まきはできませんけど、植え付けはできますからね、雨が降っていてもね。
土砂降りになってきました。デロンデロンですね。もうちょっとで半分ですね。よいしょ。さあ頑張れ。逆にね、建設関係とか雨の時仕事がなくなっちゃうんですよね。だからそれは僕みたいな百姓からするとね、結構羨ましいことでね。現場がもう仕事がね、家作ってたり建設とかね、そういう鉄筋組み立てたりとかね、雨の時にはもう 100% ないじゃないですか。朝5時の時点でなければもう今日現場ないよってね。農業はこうやってね、雨が降ってもできる仕事はいっぱいあるのでまあね、どっちがいいのか分かりませんけど、逆にね、雨がずっと続いたら仕事ね、上がったりになっちゃうんでね、大変だと思いますけど、建設関係の人はそれはそれでね。こうやってやれば、こうやってやるんだった。思い出してきた、ようやく。よいしょ。でも仕事ってね、楽すぎてもダメだし、しんどすぎてもダメですよね。はい。そうでしょ、そう思うでしょ。楽なのがいいって、ねえ、それはそうかもしれないけど、でもね、人間ってそんなにね、不真面目では持たないんですよね。やっぱり何かこう、せっかくやるんだから、ね、頑張ってやりたいとか、なんか手応えを感じたいって、普通そうですよね。なので、言うほど最初は楽でいいやと思っても、それが何年も続くとね、こんな仕事してていいんだろうかってね、
当然ですけど、それも自分の大事な人生の時間じゃないですか。僕は無理ですよね。いや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 って僕は思いますよね、やっぱりね。こんなことやってちゃ失礼ですよねって、自分の魂に対してね。やっぱりだからなんかやって、まあ、多少ねしんどくても何かしらの経験をしてね、まあ人様の役に立つって言ったらあれですけどね、何かはやっぱりやらんとね、人は生まれてきた以上はね。まあ農業はね、そういう意味では進めませんけど、場合によってはね、とてもしんどいことになっちゃうのでね、しんどさのレベルがちょっと、まあちょっとねしんどいと思います、農業はね。ちょいと、まあ世の中にいろんなしんどい仕事はいっぱいあると思いますけど、割とトップクラスにしんどいんだろうなっていう。で、何がしんどいかっていうと、その頑張ったからどうとかってね、そういうのはあんまりね、まあどんな仕事でもそうですけど、頑張って報われる世界とそうじゃない世界があるとしてね、そうじゃない世界が農業の場合は普通ですからね。頑張って植えた、はい、雨の中頑張って植えましたね。 So what? それが何かですよね。別に雨が降ってようが降ってまいが別に関係ないですからね、うん、作物にとってはね。私がしんどいようが、こうやって今ねパンツが下着がべちゃべちゃになろうがね、あの作物にとって何の関係もないので、農園主何を偉そうなこと言ってんだとね、さっさと植えろということだけですからね。よいしょ、ね、だから 100% こう、なんていうのかな、僕はだからそういう世界の方がほっとしますよね。うん、そのリアルなところをやってるっていうことで、なんかね、まあ自分で言うのもなんですけど、まあ多少はまともなことやってんじゃないのっていう気がするのでね、何かを誰かを裏切ってたりとか、あるいはね、こんな仕事一体誰の何の役に立ってんだろうっていう仕事はね、あるのかないのか知りませんけど、そういうのは少なくともこの仕事にはないのでね、と思いたいですけど、違います。いやいや、百姓農園と、お前の仕事なんか何の価値もないよって、多分そういうふうに思われる人もね、いると思うんですよね。あ、なんか放送が始まる。田舎のこれ近くにあったんだね、スピーカーが。たまになんか大きい声で言ってますけど、いやいや、はあ、足が痛いや、足が痛い。そうか、選挙があんのね。はいはい、そうでした。よいしょ。ああ、膝が痛いな。ずっと植え付けをしてるとね、ずっとしゃがむのでね、膝が痛いんですよ。まあ、私の足もね、あと何年持つんでしょうか。ちょっと余りますけどもね、とりあえず今日は第1弾ということでね、待って、また来週、10月の終わりか11月頭にね植えれば1月とか十分ね間に合いますので、今年もどうやら暖冬じゃないですかね。左から右に進んでた方がいいのか。
よいしょ。はい、ということでこんなもんにしときますか。取れてるのかなこれ。最近ねちょっとまた動画がねスマホから上げられないんですよ。昨日もね第3週のお野菜の紹介という形でねスマホで撮影したんですけど取り込めないんですよ私にとっては死活問題なんですけどね。はい、ということでターサイね1番手ですね。ターサイの1番手、これが10月の今日が19ですね。次がね、本命ですけども10月の終わりか11月の頭にね、同じようにこうやって、4列でねマルチはもしかしたらこれ150ですけど135でもいいですね。どっちでもいいです。こんな感じでだいたい株間30センチぐらいで4列あるいは5列でもいいと思うんですけどもね。でこれがまあ、12月1月になればねもうマルチが見えないようにビチャーっとね張り付くね。我が家はねこのターサイがね刃物としてはもう12月1月ね刃物の王様ということでね、これをもう何年作ってんですか俺、本当にこれ25年とかね本当に30年作ってると思うんですけどもね。はい、ということでターサイの1番手植え付けが始まりました。百姓農園の動画でした。それではまた。